服着替えて必ず BB と接続します。すると BB の記憶が逆流します。必ずフラッシュバックが入ってきます。でここでクリフ・マッツさんが出てきます。うわこれですね、マッツファンの方はまあすごい回数入ると思うんです、はい、毎回フラッシュバックでものすごいマッツが見れるんで。ものすごいマッツ見れるんですか。ストーリー上に重要なものもありますけど、ちょっと大丈夫だよ。いいワインが手に入ったんだ。バタールモンラッシェグランクリュー。大人になったら一緒に楽しもう。乾杯。リサと君に。ファンの方は楽しんでいただける仕掛けがいっぱいあります。で、あれが何なのかっていうのをゲームを解いていくと分かります。あ、そうなんですね、はい、意味がちゃんとあるんですね。ありますはい、でこれ自分が建てたとこなんでこういう荒れ地にあります。で、自分でカスタマイズができるっていうのをちょっと見せたいと思います。はい。で、建物の強化、これはねレベルを上げれるんですよ。レベル1、2、3とかで、はい、上げる場合はここにいろんな素材を入れるとレベルアップします。でこれは人の、建てたものでも他の人が入れることでレベルアップします、はいはい、でもう一個下ちょっと消えてますけど、これ修復っていうのは、はい、建てたものも、タイムホールが降るとどんどん溶けていくんですよね、うん、で溶けていくのを、修復するっていうコマンドなんで、これ放っとくと溶けてしまいます。あら、なんでまあ皆さん心配されてますけど、はい、世界中にいっぱい物が立つんじゃないかというのはあんまりないです。時間とともに。なんでこれを残したいというのがあれば修復を続けないといけないです。はい、そこはね、もう一個、これカスタマイズですね、ちょっとやってみましょうか、はい、で、これも音楽をかけれます。これ木曜日にお見せしましたけど、はい、はい、であとこういうボイスっていうか音声を、お疲れ様です、はい、お疲れ様、はい、BT がいます、ミュールがいます。これはいろんなキャラクターの声を搭載しておりますので、どんどん増えます。猛烈な数増えます。であとホログラムもありまして、いろんなキャラクターのホログラムが使えるようになって、入れ込むことができると。おお、すごい嬉しい、まあ、なんかまあ最初なんでこんなもんですけど、どれしましょうか。歓迎しましょうか。はい、これを入れると、はい、ごめんなさい、はい、まあ要は入れてで、もう一個あったんですけど、はい、もして、最後に破棄っていうのがありますよね、はい、これはもうこれちょっとやめましょうというのを破棄できます。で人が建てたやつも破棄できます。失敗して建てた橋を、はい、橋とか、はい、あると邪魔になるじゃないですか、はい、そういうのを破棄していただいていいんですけど、破棄した人の世界の中からなくなります。あ、なるほどなるほど。で他の人とかなくなりません。あ、よかった。まあ、いないと思いますが、悪意を持って変なところに建てた邪魔をしようとしたものを、まあ、これで消すこともできるんで、まあ、皆さんが心配されている、まあ、むちゃくちゃになるんじゃないかというのはないです、うんうん、でもう一つ言うと、はい、快楽通信をつなぎに行くお話なんで、はい、必ず自分がつなぎます、はい、自分より先に設備があることはないです。つないで初めて振り返るとそこに皆さんの装置が見える。でさらに言うとプレイヤー あのプレイスタイルとフラグによって、こちらでプログラムで制御をしてますので、先に例えばか発売から半年後に買ったらもうできへんのちゃうかという心配あると思いますけど、はい、そんなことはないです。なるほどなるほど。普通に遊べるようには調整がされてますので、そこは心配されないと言ってます、はい、よかった。もう疑問が一気に解消されました、はい、はい、じゃあ、こんな感じですね。
はい、おお、はい、これはもう自分のためのはい、そうです。あのでまあ、ね、あの言ってくれましたね今ね。なんか言ってきます。はい、行きましょうか。で歩いて、さっきビールを飲みましたんで、あんまり見せたくないんですけど、まあやっぱあれをやれという声が多いんで、ちょっとおしっこをリアルタイムで。え、人がいる、無理だ。あ、これね、人がいるからできない。当然ですよ。もう昭和の時代じゃないんで、人前とか施設のとこでは当然できません。ちょっと離れて、誰もいない。さっきビール何本、3本 ?3本飲んだんで、結構暴行があれなので、ちょっとしてみます。この辺もうちょっと気を使ってくれるんですね、ちゃんとね。650ミリありますからね、今ね。確かに。おしっこ、あ、これ出てる。カメラで見ようとすると、はい、当然見えないですね、はい、上に行ってもカメラ上に上げて、まあ、見えないです、はい、当然ね、はい、でこれも当然武器になりますけど、はい、まあこんなもんですか。ちょっと、はい、あ、ダメなんだ、はい、もういいんじゃないですか。で、まあ、なんかキノコが生えました。キノコ生えてますよ。これが世界中の人からも見えますんで、え、誰がここでおしっこしたかもで、これにおしっこをかけると本数が増えて大きくなります、はい、でそうしていくと結構いいことが起こるんですけど、はい、でちょっとあの背中向こうに見えて山ありますよ、雪山、はい、あれかき割りじゃなくてあそこ登れます。あそこが一番過酷で一番おもろいところなんですけど。あ、じゃあもう行ける場所なんですね、はい、この見える場所。歩いて、はい、バイクでも行けますけど、はい、ちょっと行きましょうかと。で歩いていくとなんか温泉みたいなのが、この間木曜日温泉ありましたけど、湯気が出るんですね。あそことは違う温泉ですね、これ別の人ちょっと行ってみますけど、はい、で温泉なんでちょっとおしっこすなということで、ちょっと看板を、看板立てますか。おしっこ禁止の看板もあるんで。あ、あるんですか。はい、ありましたね。あ、はい、本当だ。これで、まあ、こんなもん立てなくてもできないんですけどね温泉ではできないようになっておりますので、ね、はい、そういうなんかウィットに飛んだことをね、はい、やるのもいいですね、はい、で温泉、これクレーター温泉、胃腸回復の湯。はい、胃腸が回復する、疲労も回復します。いい感じだ。で、まあ、津田さんの声で、うんうん、はい、湯に浸かると、はい、ちょっとあの木曜日の温泉とは違うんですが、まあ、BB も喜んでますよね、はい、で、例の歌を今日は津田さんバージョンでお聞かせしたいと思いますけど、はいはい、まあ、前はノーマンの歌でしたけど、ちょっと見てみる、うん、あ、なんか誰かいますよ、なんか誰かいますよ、ママですよ。ちょっとズームで見ましょう。あ、見えないようにやってますんで、見ることはできませんけど。見えないんですか。見えないですね、はい、はい、すごいで、ここで、コミュニケーションボタンを1回押します。渋いババンババンバンバン、津田さんのババンババンバンバン、もう一回押して、ババンババンバンバン、なんか愛の手を言ってくれる、もう一回、ババンババンバン、もう一回、いい湯だな、はい、もう一回、いい湯だな、はい、あのママが愛の手をくれて、いっぱいいいねもらいました。あの津田さんバージョンのババンバババババ、いい湯だなですね、はい、すごい。ということでこんな感じです今日は。ありがとう、はい、